どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。75の階乗を素因数分解すると2と3の指数はどうなりますか。一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、いいですか。そしたら一緒に確認していこう。まず2の指数は75の階乗の中に2が何個あるのかを調べればいいよね。つまり1から75の数字の中に2が何個あるのかを調べてあげればいいよね。1から75までの数字の中で1つの数字の中に2を最大で6個持ってるやつがいる。ということで2の倍数全体としては37匹。ただしこの中に1つの数字の中に2を2個持ってるやつが18匹いる。さらにこの中に1つの数字の中に2を3個持ってるやつが9匹いる。こういうふうに考えて1つの数字の中に2を6個持ってるやつが何匹いるかまでを全部出す。そしたら2の合計っていうのはここを全部足し算すれば求めることができるんだよね。ということでこれを全部足し算して71個、つまり2の指数は71。これ答え。3の指数についても同じように考えられるよね。1から75までの数字の中で1つの数字の中に3を最大で3個持ってるやつがいる。だから3の倍数全体としては25匹。ただしこの中に1つの数字の中に3を2個持っているやつが8匹いる。さらにこの中に1つの数字の中に3を3個持っているやつが2匹いる。だから3は全部で25+8+2で35個、つまり3の指数は35。これ答え。1つの数字の中に同じ素因数を複数持つもののカウントを忘れずにね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。